はいどうも、この BGM はめちゃくちゃテンションが上がるミストです。はい、本日はですね、ついに遊戯王デュエルモンスターズコラボが始まったということでですね、この動画ではガチャの方から引いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。無料10連ガチャ等も来てるんですけども、まずはこちらのね、ループガチャの方から引いていきたいと思います。早速詳細見ていきましょう。いや、本当に BGM がいいですね。はい、計70連、確定部70連のループガチャとなっております。紹介パースを30個で PR 以上の遊戯会話から1枚確定。2回目はパース40個で SR 以上のビキャラが2枚確定。3回目が SR 以上の遊戯会話から1枚確定ですね。ここからパースの50個になります。4回目が、遊戯と会話のみが出現ですね。で5回目がまた SR 以上の遊戯会話から1枚確定。6回目が遊戯王デュエルモンスターズSR 選択ガチャ券が1枚おまけでプレゼントで、7回目が PSR の遊戯買い場から1枚確定といったところで、これ選択ガチャ券ではなかったですね。どっちが出るかは完全にランダムといったところになっております。はい、で能力をおさらいしておきますと、ブラマジ遊戯がメンタル、前イベの金徳、勝負師および心眼が取れるキャラとなっております。で上限が、ミートと守備上限といった感じですね。おこんなおまけも書いてあるんですね。ブラマジムというエジプト高校において秘宝を発掘すると中腹にかかる時間も短くなり、変換時の効果が取り立つ効果が大きくなります。すごくない？これエジプト固有キャラ並みってこと？あれ、それ新しくない？固有キャラ以外でこういうなんか高校のねボーナス受けれるっていうのはかなり新しいと思うんですけども。でブライズホワイトローン海馬セットが語れんの後イベのキャラですね。金徳が大々機およびホームランボールまたは火事場のバカ力となっております。はい、で海馬瀬戸も同じボーナス恩恵を受けれるみたいです。で上限がパワーと補給上限といった感じですね。うわー、そうくるか。そうくるとちょっとエジプト高校での評価がかなり上がりそうですね。で出現割合はどれくらいなんでしょうか。あ、24.77%。普段よりちょびっとだけ高いですね。普段よりちょびっとだけ高いということで、ちょっと期待しつつ回していきたいと思います。いきましょう。あ、ずっと熱きデュエリストたちが流れてると思ったけど、ガチャ引いたらちゃんと戻るのね。さあ、SR 出ましたね。8番目。さあ、これ、会話社長引いていきつつ、ボイスは SR 以上が出たら聞いていこうかな。でもボイスはいっか。とりあえず、動画なくなっちゃうんで。なぎちゃんが来てますね。さあ、SR 以上2枚確定です。24.77%。いやー、この演出はどうなんだ？この演出に限っていい結果になりそう。3点！うかみ！ OK、ナイス。ブラマジ遊戯。能力とボーナス見ていきたいですね。うわ、強い。早急、広角打法、魔術師、大番狂わせ、ラッキーボーイということで、早急以外は、いいんじゃないかなと。まさかの遊撃手。で、ボーナス、これ分かるかな？得意レンジアップ 40% はいきなりついていて、初期評価が低め。技術ボーナス8があって、タックボーナス、精神ボーナス、タックは 90%、やる気 50%、やる気 100%、練習効果アップ 10%。何このテーブル。ちょっと待って、新しいかもしれない。なんだこれは。これ50でどうなっちゃうんですかね。50でこれ練習効果30とかになったらちょっとやばいな。ただ今のところ、なんとも言えないな。35でも使っていけそうっちゃいけそうですね。いやー、難しい。やっぱ新しいテーブル来ると思ってたんですけど、こんな感じで来ますね。さあ、社長来い！1枚で、4枚出て1枚かよ。まあって感じですね。さあ、30連目いきましょう。社長をとりあえず出しておきたいですね。さあ、結構いい演出なんですけども、こういう演出に限って1枚っていうね。さあ、どちら？社長出ました。ありがとうございます。さあ、海部社長は、あわひ威圧感、気分や競争心、青年地域、一層総力バースト、ぽいですね。非常にぽい能力をしております。ただ、自身の金徳解骨は持っておいてほしかったなーっていうふうには思いますね。ちょっと待って、投資能力も高くない？投手能力もまさかの高いですね。コントロール C、スタミナ S。さあ、ボーナス。タック、これもなんか新しそうだな。タック 100%。あ、これ、あれじゃない ?150%、150% テーブルでしょ。来ました。小筆と一緒のテーブルですね。はい、こういうで技術ボーナスと初期評価アップの効果。なるほどね。まあ、これは来ると思ってましたよ、正直。うん、社長は小筆テーブルということで、まあ、これはゴブリンにも引けを取らない性能になるんじゃないかなと思っております。さあ、R 勇気が出て、PR 勇気も出ていいですね。次が結構大事ですね。PR のラミーちゃん、ありがたい。ここで SR 以上の演出を出すことができるか、非常に大事です。いきましょう。ここで虹出たことないんだよな。あー、黄色い。黄色いと、いや、わかんないよ。あー、わかっちゃった。わからせられましたね。R、PR、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 PR、R。社長すごいな。うわ、社長。おー。まあでも PR が3枚か。まあまあまあって感じですね。さあ、5回目いきましょう。まあどっちも今のところは出てるんで、うん、まあどっちでもいいかなって感じですね。1枚。さあ、海馬社長ですね。遊戯の PSR テーブルがめちゃくちゃ気になるんで、最後はちょっと遊戯が出てほしいかなと思っております。はい。で、ここは選択ガチャ券です。どうでしょうか。それ以上確定ではないんで、まあまあまあ、そうなりますよね。ただそうなると思いきやそうなるというところで、遊戯と海馬は出るんでしょうか。遊戯と海馬が今のところ見当たらない。これはやったか。あ、やってないね。R が1枚だけ出ました。はい、ということで最後70連目ですね。 PSR1 枚確定。遊戯の方が欲しいんで、あえて海馬社長の方を祈っていきたいと思います。海馬来い。いや、虹が出ない、虹が出ない。さあ、社長来てくれ、お願いします。粉砕、玉砕、大喝采、滅びのバーストストリーム。よっしゃっしゃい、遊戯を出していくということでね、はい、逆が出る法則に打ち勝っていく。まあ、ただちょっと50のテーブルが見たかっただけなんですけど、これどうなっちゃうの。45で連縮が 10% でしょ。はい、うーわー、もうそれはダメだって。それはダメですね。それやっちゃダメだって。こんなん50作りたくなるに決まってるじゃん。あー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 10% から 30% だいぶ変わりますからね。これ 20% アップは、うわー、ちょっとそれはちょっとなー、それはちょっとなーって感じですね。はい、まあまあ、とりあえず PSR で40で使っていけたらいいかなと思ってますけども。はい、ありがとうございました。ということで、まあ無料ガチャとかも引いちゃおう。はい、異能が出て、これ3回目に PR 以上のが1枚確定ですね。ただ遊戯王コラボのキャラも出ると思うんで、ちょっと出していきたいな。うん、これはちょっと一番ちょっと微妙な演出が出てしまいましたね。はい、シュバリエ。はいはいはい。はいはいはい。ホール R か、まさかの。オール R はやっちゃってるよ。あー、レイリーが出た。商品も出たという結果ですね。ということで、SR 以上、何が出たかと言いますと、はい、こんな感じですね。なぎちゃんからかな。猿が8枚出まして、PSR の武藤遊戯が1枚、猿の武藤遊戯が1枚、川辺社長が2枚ということで、まあ、かなり均等な結果になってくれたんじゃないかなと思っております。はい。まあ、ちょっとイベントとかもまだ分かってないんですが、まあ、とりあえず使っていきたいと思います。はい。ちょっとこの新しいテーブルで来られると、すごいですね。だってレベル1の状況でもう、ボーナス6つ書いてありますからね。すごいな。はい、ちょっとここ50はちょっとね、私はできないかなと思ってますが、はい、まあ、とりあえずね PSR40 でも十分ね使えそうなね性能はしておりますので、早速エジプト高校で使っていきたいと思います。またね、いろんな闇鍋とかもね、来ておりますんで、それはまた別動画で出していけたらいいかなと思っております。といった感じでね、今回の動画終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では失礼します。See you!